元サッカー日本代表、前園真聖さんは、1973年10月29日に、鹿児島県で生まれました。4歳の時に両親が離婚。その後は4歳上の兄と共に、母親の女手一つで育てられました。家には、祖母と、曾祖母が同居し、5人暮らしでしたが、お母さんが、毎日朝早くから夜遅くまで働いて一家を支えてくれたため、さほど不自由を感じることはなかったそうです。サッカーをやっていた兄に、幼い頃からドリブルやリフティングを教わり、小学2年で、兄が所属していたサッカー少年団に入団。本来は4年生からでしたが、素質を見込まれ、特別に2年生で入団が認められました。そのため周りは上級生ばかりで、体格差のある相手をかわすためにドリブル練習に力を注ぎ、ビデオで見た、アルゼンチンのスーパースター、ディエゴ・マラドーナのプレー、中でも華麗なドリブルに衝撃を受け、俺はマラドーナになる。と毎日ビデオを繰り返し見てはプレーを真似、練習に明け暮れて、5年生の時に県大会でベスト4。でしたが進学した中学校にはサッカー部がなく、陸上部に入部し、100メートルに取り組んでスピードを磨き、2年生の大会では100メートル予選で11秒8を記録しました。この頃の練習が、その後のサッカーで大いに役立ったそうです。陸上部に所属しながら、サッカー同好会で、サッカーの練習にも取り組んでいましたが、2年生の3学期にサッカー部が創部、出来たての弱小チームでしたが、エースとして活躍し、鹿児島県選抜に選ばれる。サッカー新高校から特待生の誘いを受けたものの、県下の名門、鹿児島実業を希望。家計は楽ではありませんでしたが、兄や祖母も協力を申し出てくれ、鹿児島実業に進学しました。絶対にレギュラーになって活躍する、と決意したそうです。監督の家で合宿生活をしてサッカー漬けの日々を送り、1年生でレギュラーを獲得。3年連続、全国高校サッカー選手権に出場、2年生の時には準優勝し、憧れだった国立競技場でプレー。高校選抜に選ばれ、海外遠征にも参加しました。鹿児島実業で、厳しくも、個性を重視する指導を受けたことで実力を伸ばせたそうです。いくつかのチームから誘いを受け、92年に横浜フリューゲルスに入団。でしたが1年目はチームの戦術、ゾーンプレスに馴染めず、トップチームに上がれず、ふてくされ、夜遊びに明け暮れた時期もありましたが、1年目の終わりに2ヶ月間アルゼンチンに留学すると、異国の地で、通訳もなく、薄汚れた大部屋暮らしで、パスも回ってこない、と言った。多くの困難を乗り越え、成長を遂げて帰国しました。なお留学中に、憧れのマラドーナを真似、左耳にピアスを開けています。2年目の93年に J リーグが開幕。6月に初出場を果たし、7月には初ゴールをマーク、天皇杯優勝に貢献し、94年に、ファルカン監督の下で日本代表に初選出されました。
オリンピック代表にも選ばれ、キャプテンとしてチームを牽引し、メキシコ五輪以来28年ぶりの出場権獲得に貢献。96年のアトランタオリンピックではグループリーグ初戦で優勝候補のブラジルを破る、マイアミの奇跡を演じました。前園さんは、そのワイルドな風貌も相まって、絶大な人気を獲得。何社もの CM に出演するなど、三浦知良選手と肩を並べる、サッカー界のスーパースターとなりました。96年には、J リーグベストイレブンに輝くなど、天才ドリブラー、と大きな期待を集めました。海外志向が強く、移籍を熱望。スペインリーグ、セビージャから獲得オファーがあったものの移籍金で合意せず破談に終わり、97年にヴェルディ川崎に移籍しました。大きな注目を集めましたが、プレーに精彩を欠き、次第に出番も減り、日本代表からも外れました。スペイン移籍が叶わず、モチベーションが低下したことが大きく影響したそうです。98年、99年は、期限付き移籍したブラジルでプレー。2000年は J2、湘南ベルマーレでプレー。2001年にヴェルディに復帰するも、2002年7月に戦力外通告を受ける。韓国、K リーグでプレーした後、2005年5月に現役引退を表明しました。引退後は解説者として活躍するほか、サッカーの指導や普及活動にも取り組む。2009年にはラモス・ルイ監督のもと、ビーチサッカー日本代表に選ばれ現役復帰。同年のワールドカップに出場し、ベスト8に貢献しました。2012年には、日本サッカー協会の S 級コーチライセンスを取得しました。プライベートでは、2017年に、10年間交際した、10歳下のダンサーの女性と結婚しています。最後までご覧いただき、ありがとうございました。チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。